大雪高根日陰は、蝶木縦波蝶下に属する蝶の一つ。羽表は、ベージュ色、羽裏は、濃い茶色の草刷り模様で静止すると風景に紛れる。蛇の目蝶花特有の蛇の目門は地色に、ほぼ埋没し、確認できても3個。あまり長くは飛ばず、岩の上などで体を横に倒し日光浴をする、姿が観察される。放あり。近縁種高に似るが、 本種は、性表を持たない。また国内での分布域は重ならない。成虫になるまで、足掛け3年かかる。越冬体は、第1頭が1例もしくは2例用中、第2頭は5例用中。食草は、かやつり草かの大ス岩ミ宮マクロゲなどで、1個ずつ、歯に直接産みつける。6月上旬に養化し、成虫は、主に7月中旬引く下旬に発生する。 1965年5月12日に国の天然記念物に指定された環境超レッドデータブック掲載気象種。日本国内では北海道の大雪山系の乙塚山、ニペソツヤマや日高山脈のポロシリだけ、った別だけの約1800メートル以上の高山帯に分布し、岩歴地に生息する。世界では、ウラル山脈北部、シベリア東部、カムチャツカ半島から、 北アメリカ大陸北部など北極を囲む寒冷地に分布する。ありがとうございます。